その技は。なぜあんたがその技を。ソニックブームのことか。この技を使う男を知っているのか。おい、その男は今どこにいる。誰かもわからん人間に簡単に教えると思ってるのか。戦いから逃げない程度の誇りは残っていたようだな。下がった。お前の望む強さとは何だ。知れたこと。地上のすべての人間をこの足元に這いつくばらせることよ。ラドン、その道の先に私はいない。この戦いも無駄なこと。弱いごとなら聞き飽きた。死ね。未だ人を超えることもできぬか、未熟者めが。それは人を超えた力じゃない、人を捨てた力だ。行くぞコッパ。バイソン、もうどこにも逃げられないわよ。おびき寄せられたんだよ、てめえはな。なんだお前。お前こそなんだ。顔を隠すのは悪いやつだぞ。神聖なマスクに向かって許せん。勝負だ。なんや。ふん、資料よりも背が低く見えるわね。足が短いからかしら。なんやって。それにカッとなりやすい。おいこら姉ちゃん、わしに喧嘩売っとんのか。売っとんのか。わざわざ見に来たけど、スカウトするほどじゃないわね。じゃ、失礼するわ。またんかよ、おら。このまま帰れる思てんのか。後悔するわね。あなたね、SIN の幹部候補というのは、話を聞きたいの。一緒に来てもらうわよ。ICPU、余計なことを。あのね、今あなたたちにうろうろされちゃ困るのよ。なんですって。悪いけど、ここでリタイアしてもらうわ。よう、子猫ちゃん。誰探してんの。ジュリー、お前が傷つけた姉妹の仇、撃たせてもらう。じゃあ、あんたらも誰かに仇を撃たれるってわけね。それとも洗脳されてたら、何でも許されるとでも思ってんのか。はじめまして。シュンリーから聞いた、捜査を妨害する女がいると。あら、そこをどけ。ジュリー、待ちなさい。ああ、まだやられたんないの。それとも私に惚れちゃった。おとなしく捕まる気はないんでしょ。死ね。あなたね、散々捜査を妨害してくれたのは。あら、人聞き悪いわね。お仕置きしてあげるから、そこ動くんじゃないわよ。お主、SIN へ向かっておるのだ。何のためでござるか。別に理由なんかないさ。セスはこの世を乱そうとしておる輩。コーディ殿、拙者と共に戦わぬか。何度も言ったはずだぞ。
もう群れるのはごめんだってな。さくら。はい。とうとうこの日が来てしまった。これも格闘家の定めだ。ほう。始めます。せめて一撃で倒してやるからな。おう。あんた楽しそうだ。なんだお前は。ニヤニヤしやがって。喋り方はちょっと変わったりもしかしてファンか。すごい腹。弟子声とは別のリスナー刻んでる。俺も忙しい身だからよ。一度手合わせしてからさ。よーし、レッツファイト。オーケー。オーケーオーケー。カモン。おい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 、なんで浮いてんの？どうやってんの？エスパー、プラズマ、これはいいの？まさか宇宙人。いや、宇宙人って言ったら、俺ね、まさしは結構近い。風とか、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 風とか。これは、何か用か？こんなアマちゃんがイギリスのジャンプだとはな。笑わせるぞ。おい、俺と勝負しな。なんというプレイなのだ。気は進まんか。同じボクサーに挑まれたからには断るわけにはいかんな。よう、あんた料理人らしいの。勝負の後でちゃんと食うてるな。棒が落ちるぞ。よかろう。ザンギエフだな。いかにも、俺は赤きサイクロンザンギエフだ。俺の名はメキシコ湾のハリケーンエル・フォルテだ。サイクロンとどちらが上か勝負だ。うえははは、よかろう、かかってこい。あんた、フェイロンだ。俺と戦ってくれ。構わんぞ。いいのか。男に二言はない。出てこい。ゲン、今日こそ知っていることを話してもらうわ。小娘、我が前に立つつもりか。ならばたとえあの男の娘とて容赦はせぬぞ。リュウか。師匠。変わらず目障りな早えよ。今度こそ地獄へ送ってやる。ふん。その技見たことがある。どこで見た。その男はどこに。知らない奴に教える筋合いはない。あなた、死んでも良いと思うことと死の覚悟を決めることは違う。ロス、お主は死にに行こうとしているのではないか。それは、そこをどいて。お、
そこにおんのは本田藩、本田藩やないか。よう、久しぶりじゃの。いや、懐かしいな。ほんま何年ぶりやろ。ほんで、ここには何しに来てはんの？相撲を世界に見せようと思うんだ。なんといっても世界最強の格闘技じゃ。それは妙なことを言わはるな。世界最強はもちろんヤールギレシュに決まっとるやないか。なら試してみれば早いわい。そらそうや。急いでたから。あ、もしかして格闘家の人？え、そうだけど。ねえ、今から勝負して私が勝ったら誰か素敵な人紹介してくれない？よくわかんないけど。いいよ、すごい人紹介してあげる。本当？やった！やるようになったか。誰かと思えば自分から来ちまうなんて、悪役にしちゃちょっと安っぽいんじゃねえの？小娘、立つのは口だけか。ああ、私メインは最後に取っとくたちなんだけどな。まあいっか、食ってやるよ、骨までな。マスターズ、ついに追い詰めたぜ。さあ、これからギッタンギッタンに。へえ、面白そうだ。かかってこいよ。こんな、わざわざお出ましとは光栄だわ。お前がどこの犬かはどうでもよいが、その装備は興味深い。このベガ様に捧げるのなら犬一匹ぐらいは見逃してやろう。残念だけど、これは私物じゃないの。ならば死ね。そっちよね。ちょっと待て。なんだ。おまんの顔しっちゅうぜよ。有名な映画俳優で格闘家のメイロンやね。それがどうした？おまんを倒いたら林道館の名が上がる。うちと一旦勝負じゃ。よくわからんだ。わかった、来い。ローズ、竜、あなたは最後の希望なの。行かせるわけにはいかない。手荒な真似はしたくないんだが。私にも。とうとう追い詰めたぜ、パチキン野郎。散々逃げ回ってくれたが、これが年貢の納め時ってわけだ。誰だ？もうやろう、もう勘弁ならねえ。毎回毎回俺様をコケにしやがって、コケみたいな眉毛のくせに。わかったわかった、つまり俺と戦いたいんだな。いいぜ、ちょうど物足りなかったところだ。こんな、ギッタンギッタンにしてやる。ちぎって切って、まとめにして美味しく食べてやる。よう、早いな、待ちきれなくてな。行くぞ。おう、下がった。ぬるい相手では物足りんだろう。やるか。よし。
サガット。珍しいな。約束だからな。お！リュウさん！君か。久しぶりだな。腕は上がったか？受けてもらえばわかりますよ。よし、かかってこい。はい。なあ、何よこれ。あだ、浮いとんで、ちょっと。あ、これがあれかい。SIN の新兵器中。お前、変わった技を持っているらしい。これもついでだ。その技、見せてもらおう。おい、ちょっと変わったもん作ったから言うて、えらそら口聞いとったらあかんぞ。悪い、ちょっと降りてこい。その少年、わしが叩き直したろ。お宅はもう十分だ。行くぞ。その顔、あんたはシャドルの人間か。俺の名はアベ。俺を知っている人間を探している。そうか、お前が逃げた素体か。おい、あんたは俺を知ってるのか。アベルか。どうやら外の世界はお前に甘かったようだな。だがそれも今日までのことだ。アミーゴ、勝負だ。俺は強くなったぞ。まだそんなこと。何？どうやらまた教えてやらねばならんよ。バルログ、死んだはずじゃ。では、私は幽霊なのだろう。どちらでもいいわ。一緒に来てもらうわよ。強引な人だ。なんだ、神器臭い顔をしているな。そういう気分の時は一勝負するといいぞ。よし、俺が投げてやろう。え？